まずは事故の速報ですこちらが今の札幌市東区北26条東1丁目付近なんですがもう警察到着していて現場には黒い車が横転しています前方部分バンパーが開いていて後方部分は潰れてしまっていますねもう一方のシルバーの車も横にありましてこちらは道路に対して斜めに止まっていまして前方部分が大きく潰れてしまっています きょう午後4時ごろ、車同士が正面衝突し、1台の車が横転する事故がありました。警察によりますと、この事故で3人がけがをしていて、横転した車に乗っていた80代の男性1人が意識がない状態で病院に運ばれました。現場は信号機のない交差点で、警察が事故の原因を調べています。